大阪万博の会場となる、夢めこの花区は、大阪市を構成する24行政区のうちの一つで、ある。2025年日本国際博覧会の開催地で、ある。この花区は1925年、大阪市西区に属していた、現在のこの花区周辺と、北区に属していた、現在の福島区周辺が、元の区から分離して合わさることで新設された。 新しい区の名前をめぐっては、司会などで議論があり、玉川区、福島区、野田区、旭区、四冠島区など各地域がそれぞれの地元の地名を区の名前にしようとした。結局、ワニが読んだとされる何和の歌からこの花区という名に決まった。大阪市の中部西端に位置しており、内陸部は北側が淀川、南側は安川に挟まれ全域がほぼ平地と、 なっている。西側は大阪湾の梅立て地となっており、沖合に人工島の舞島と夢洲がある。九南西部の桜島からは、安川対岸の天保山まで無償の公営都線が運行されている。かつては、淀川河口のデルタ地帯で多くの中洲があり、中でも伝望が漁村として栄え、仏教都来の地とされる伝房山再念寺が大仮覧を誇っていた。 江戸時代には、新田開発が進み、開発者の名前などにちなんだ地名が多い。伝房口と呼ばれた伝房側の河口には大きな、身を尽くしが建てられ、大阪市以外へ遡上できない大型船から小舟に積み替える地であった。伝房村は、海鮮業を営む者が多く、村海鮮の発祥地でもある。しかし、1683年に、安治川が開作されると、 伝房の港湾としての地位は低下した。一方、安治川沿いは繁栄し、西九条の内かすが出橋伊藤の安治川沿いは、大阪市外に含まれるようになった。1897年に、西成郡川北村、大浅西九条、西野神殿、四貫島、六軒家神殿、春す出神殿、御木島神殿、南日田、島屋神殿、築地、常吉神殿、 本に島に行ったと、秀野神殿の伝房側以南が大阪市西区へ編入された。1898年から1910年にかけて、新淀川が改作され多くの土地が失われた。一方、明治中期より工場が相次いで建設され、大正期に入ると、現在の住友グループを中心に大規模な開発が行われた。1922年には、 東洋一と呼ばれた春日で発電所も建設され、阪神工業地帯の中心的地位を担うようになった。1925年に、上記の地区と北区の安治川北通、旧野田村、下福島村、上福島村を区域として、この花区が新設された。なお、区名は同じく新設の何和区と共に、何和津の歌から採用されている。同時に、 西成群天望町と比江島町は大阪市西淀川区へ編入された。ユニバーサルグローブ1927年には北高の埋め立て造成が始まり、住友電工、住友金属、住友化学、日立造船、大阪ガス、汽車製造の西六車と呼ばれる大規模工場群が完成した。1943年に木ヶ崎町を除く旧の田村、 下福島村、上福島村を新設の福島区へ分離。同時に、西淀川区から、旧電望町の全域と比江島町の淀川愛南を、この花区へ編入した。第二次世界大戦では、重工業地帯であることが災いして米軍から、集中的な爆撃を受け、壊滅的な被害が出た。高度成長期は、 激しい公害に見舞われながらも活気があったが、1980年代以降は、産業構造の転換によって、重工業は振るわなくなり、工場の地方、海外移転などが進み、貨物駅や工場が廃止されて、空き地が増えた。これに対し、一方では、ハイテク製品生産への転換、2001年開業のテーマパーク、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンに代表される、アミューズメントエリア、 ソフト産業地区への転換が模索されている。人口はここ20年余り6万人台で推移しているが、2014年5月1日の推計人口で、何枠がこの花区と対象区の人口を上回ったため、この花区が市内24区中最小となった。2014年に大阪市内において区単位では初、また都市観光における、 民間主導の観光協会としては二つ目となる、この花区観光協会大阪が設立。賑わいを創出し、街を活性化するとともに、人と人の交流を通じて豊かで活気のある地域社会を創造することを目的とし、街を舞台に観光を通じて、海外と日本の平和を構築することが模索されている。2025年国際博覧会の 開催予定地として決定された。地名の多くは、新電開発を行った者の名前やや号、開発に伴う逸話に由来する。桜島線ホームに停車する JR 西日本103、KUSJCO この花郵便局上記のほか、ユニバーサルスタジオジャパンには、各地とを結ぶ空港リムジンバスや高速バスが多数、発着する。ユメス周辺の大阪湾舞島ベースボールスタジアム。 大阪北港マリーナ、ありがとうございます。